弁護士の橋本徹氏が26日、ニュース場、R 強化、アベマ TV に出演。中国による日本の水産物輸入の全面停止措置についてコメントした。東京電力福島第一原発処理水の海洋放出を受けての中国の動きに、ゲストの東国原英夫は、岸田政権にとって想定外だと思う。10都府県、そこだけじゃな、いかと想定してたと思う。それも海産物を全部停止っていうのは想定外だと思うと推察。これに、橋本氏は、だけど、あそこで、そうだったとしても、想定外ということを政府が言うのはダメですよねと指摘し、だって、それをやられたことで、こっちは聞いてるっていう風に思われるから、こんなの、大丈夫ですよぐらいのこと言わないとね。うろたえてしまったら、中国の方は、俺たちのやったこと聞いてん、じゃねえかっていう風に思ってしまうもんねと分析した。これを受け、東国原は、で、もえげつないね、中国は。えげつないっていう、か、うまいわ。中国は、環境問題を大切にしてますよって世界に、アピールして、日本は、核の汚染水を流してますよって、プロパガンダ打ってくるから。動くない?と、顔をしかめた。中国政府による日本産水産物の全面禁輸については、野村哲郎の林水産省が会見で、全く想定していなかったと打ち明けていた。